須木市野津町大和野津市144-1になります。割烹富士荘といいます。仕出しオードブル、お弁当、それから仏事、それから祝い事、その他宴会とか何でもやります。ピンコロうどんといいます。ピンコロうどんは、色合いとしてかまぼこと、それからネギ、そして地元の、椎茸、この干し椎茸を入れています。混ぜ込みご飯を、しそとわかめ、それからきんぴら、そしてこれはピンコロうどんにセットでついてくる芋の天ぷら、それとあと、季節のお野菜の天ぷらとなっています。ピンピン長生きしてコロッと死ぬというピンコロ地蔵、それにちなんでのつで、何かそういう食べるものはないかということでネーミングがピンコロうどんというふうになったんです。こちらのうどん、独特な色合いですけども何ですか？はい、これはですね、芋の葉をパウダー状に粉にしまして、それを麺の中に練り込んでできたものです。味はですね、ほのかに芋の葉っぱの香りがします。そして喉越しが、結構ツルツルとして、細麺ですので喉越しがいいです。ピンコロうどんというのは、お店はこちらだけですか？いや、野津には3店舗ありまして、うちの他にもキッチョムランドのところと、それから東光寺 の、 おばちゃんというところが食べられます。これをやり始めまして、ちょこちょこ予約を受けまして、皆さん大変おいしいと言ってくれますし、今年の夏はピンコロうどんのざるうどんというのを、ざる冷やしうどんというのを作りましたけど、非常にそれ好評で大変おいしいと言ってくれました。ぜひとも野津に立ち寄ることがありましたら、ピンコロうどんをお召し上がりください。お願いします。